ていう話は何だったのか。もう総裁選は裏切り、騙し、平気であるらしいから。まあ、権力闘争なので、騙しなんて、もう日常茶飯事件というのは水面下で非常に生きているということですよね。じゃあ分かってるよね、うん。君たちが総裁選に出たのキングメーカーとしての権力闘争なんかも水面下であるわけですね。でも、僕は今回の本当のキングメーカーと、僕は何回も言ってますけども、政権交代を狙うんだったら、僕は関心はもうやめて。はい、今日は9月12日木曜日の夜8時過ぎです。はい、今日は自民党の総裁選が告示されました。今日から15日間の、まあ、熾烈な戦いといいますか、選挙戦の開始であります。過去最多9人の総裁候補ということであります。1972年ですかね、推薦人制度ができてからの最多ということであります。まあ、今回、派閥が形上は、形式上は解消してますから、派閥の論理、派閥の圧力、派閥の締め付けというのがない。で、岸田総裁が、どうぞご自由にと言った瞬間に、まあ、我もということであります。大体、麻生派がまだ派閥の解消してないんですよ。他の派閥も、岸田派だけかな。総務省に届け出を出したのは、解散届け出を。あとは出してないんじゃないかな。政治団体としては残ってんじゃないかなと思うんですよね。で、麻生派が、名実ともに派閥は解消しません。ということを公言された。にもかかわらず、麻生派の重鎮ですね、甘利さんとか。まあ、あの辺の方たちが、それぞれ違う方を推していると。甘利さんは、コバホークですからね。で、麻生さんは、河野さんを推しましょうよって言っても、もう麻生派もバラバラ。でもこれは第1回目の投票であって、問題は決選投票です。今回、まあ、私最初から言ってますけども、決選投票になります。で、決選投票で、どういう、つまり、派閥が再編するのか、今、政策グループ、政策集団と言われた方たちが、新しい派閥に再編されるのか、これが見どころじゃないかな。つまり、決選投票で国会議員票367票、これがどう動くか。で、今回第1回目の投票で、まあ、党員党友ですね、109万人いらっしゃるというところで、職域の部分があるんですよ。つまり、組織団体ですね。例えば、医師会だとか、看護協会だとか、建築、建設業界だとか、そういう職域の部分があって、この方たちも党員なんですよね、党員党友。で、党員党友を1万人ずつ束ねている協会とか団体が約10ぐらいあるんじゃないかなと言われてます。で、そこに菅さんあたりから電話がかかりっぱなしらしいですよ。小泉をよろしく、小泉をよろしくとか言ってるらしいですよ。どうなの？もうこれ利権政治じゃないの？前と全然変わってないじゃないのみたいな。あ、でも党員党友っていうのは一般国民の世論に比較的近いと言われてます。で、そこの党員党友の、109万人の世論調査をしたときに、約 30% 石破さん、まあ20数%小泉さんで10数%が高市さんっていう、まあもう世論調査はいろんなところやってるので、ちょっと正確な数字はわからないんですが、石破さんが仮に3割取ったとしても367党員党友票ですね、どんと式で決めますけども、それの3割取ったのも100票なんですよ。3割で100票で、国会議員票で自分の推薦人の20票プラスアルファで仮に50票取ったとしても、これ150なんですよ。過半数の367には到底届かない。これは小泉さんも高市さんも同じ、他の候補の方たちも同じで、ですから今回1回目では過半数を取る候補者はいないということです。100% 決選投票。さあ、決選投票になったとき、1位と2位、まあ、小泉さんと石破さん、石破さんと高市さん、高市さんと小泉さんというような組み合わせだと思うんですが、そうなったときに、どうなるのか。で、決選投票になったときに、岸田グループ、まあ、派閥は解消しますけども、岸田さんは決選投票になったら、
一丸となって動こうねみたいな指示をされているっていう噂も聞いております。麻生派、茂木派、旧二階派ですね。そういった方たちが果たしてどういうふうに動くのか。もうこの今回は総裁選でそんなに金は飛ばないらしいです。自主団は飛ばないらしいんですが、やっぱ人事というのは水面下で動いているみたいです。例えば野田さんが、野田聖子さんが最初石破さんの選対に入るっていう誠しやかりっていうか、その動きはあったらしいです。でも蓋を開けてみたら、なんと小泉さんの推薦人に入ってるんですね。それで選対本部長をやるという話まであった。小泉選対の本部長を野田さんがやる。じゃあ今まで石破さんと連携しようねっていう話は何だったのか。もう総裁選は裏切り、騙し、兵役であるらしいから。まあ、権力闘争なので、騙しなんてもう日常茶飯事というか当たり前。騙した側じゃなくて騙された側が悪いんだみたいな論調らしいですよ。それで野田さんが小泉さんの選対本部長になるって話になったら、武田良太さんが、旧二階派の、もう二階派といったら重鎮ですね、こう武田さんだけでも40から45人を束ねられるらしいですから、この武田良太さんが反対をした。それで小泉さんの選対本部長を揉めて、結局選対本部長は置かないで、もうそんな時代じゃないからフラットにしましょうっていうことになったらしいですよ。それで今回総裁候補になった方9人の方は、絶対に誰が首相になっても、例えば石破さんが首相になって、総裁になっても、総裁首相ですね、小泉さんがなっても、この方たちは一定数のポスト等々にはつける、あるいは閣僚等々になれる、全員が全員じゃないんですけども、相当なる確率が高い。そのための良寛運動とも言われてるんですね。つまり総裁選に出るってことは、私は総裁にはなれないけども、どう考えて逆立ちしてもなれないけど、総裁選に出るのは20人推薦人がいるんだよ私には、というようなことを誇示する、アピールして、そして私を閣僚に、あるいは私についてきたこの20人をそれぞれで党の役職だとか副大臣とか政務官とか、そういったもので優遇してね、ということですよ。ですから人事というのは、人事権というのは水面下で非常に生きているということですよね。で、それで言うと、菅さんが小石川って言って、小泉さん、石破さん、河野さんを、前回岸田さんの時には反主流派として小石川を応援した菅さんが、今回誰を応援するのかな、はい、小泉さんでした。で、小泉さんをよろしくと電話をかけまくってるらしいです。はい。で、小泉さんが当選したら、菅さんは今まで非主流派だったんですが、主流派になれるんですよ。つまりキングメーカーです。小泉さんが首相になったら、間違いなく副総裁は菅さんです。そうすると、菅さんが総理だった時、あるいは官房長官だった時に、のスタッフが、ほぼそのスタッフが、そのまま、小泉政権を支えるんだと思います。これ、閣僚じゃないですよ。事務方として、官房副長官だとか、あるいは総理補佐官だとか、そういう官邸をですね、官邸を支えるのは、菅さんが育てたって言いますか、菅さんを支えていたスタッフが、そのまま、小泉さんを支えるんじゃないか。つまり見方を変えると、お、なかなか盤石じゃないか。小泉さんは若手なの、経験がないのに大丈夫かって言われてるんですけども、菅さんがバックについていれば大丈夫じゃないのというような意見もある。で、この菅さんは推薦人集めで斉藤さんだとか加藤さんだとか上川さんに、推薦人集めでガネーシャの会というか菅さんのグループの人員を貸したらしいんですね。これ貸し借りって言うんですけども、貸したらしいんですけど、つまり恩を売ってるわけですよ。で、なぜそういう恩を売るかというと、決選投票になった時、君たち分かってるよね、君たちが総裁選に出たの、斉藤さんは出れなかったですけど、加藤さんや上川さんが出れたのは僕のおかげだよね、菅のおかげだよね、ですから決選投票だったら頼むよ、小泉に票をまとめてねというメッセージなんかもあります。もう水面下でものすごい権力闘争が、これは
私も全ては言いませんけども、例えば小泉さんになったら菅さんについていた側近の人たちがもうつこうと、今から政策だとか公約なんかはもう政策作りにもう加担してますからね、皆さんがもう今から始まってるんです、もうチーム小泉っていうのは。で、小泉さんのチームには IT 関係者だとか、あとはメディア関係者ですね、メディア関係者というかその広報ですね、広報担当の方たちがついてます。で、記者会見見ましたかね、あのブルーのやつで決着をつけるって、ああいうの全部広報関係が仕切ってるんですね。で、あのスピーチもほとんど同僚の議員だとか、あるいは役所の人間だとか、そういういわゆる菅さん派って言いますか、小泉派のグループが作っている。で、小泉さんの選対には、あの広報としてメディア班っていうのがいるんですね。で、このまあ会社言いませんか、会社名は言いませんが、PR 会社です。まあ、これはですね、ロジを全部やるんですね。ロジとか管理とか運営等々全部やるんですね。大体、あの、小泉さんの公設第一秘書は確か、マーケティング出身の方なんですよね。優秀な方ですよ。これ、女性の方だと思うんですけども、はい。と思うんですけども、女性の方ですわ。もうこれはもうマーケティングで第一人者、三菱商事から、どうだったかな、ケンタッキーフライドチキンだったかな、ケンタッキーなんかを、経て、これが広報のマーケティングの、そして PR の第一人者なんですよ。まあそういう方がついているので、アメリカの大統領選と同じですね。もう見せ方とか演出の仕方、それでスピーチライター、でスピーチのやり方でね、そういったもの全部演出家がいるので、こういうのをしっかり、ですね、固めてますよね。はい、ということでですね、僕はね、何回も言いますけど、石破さん推しなんですよ。石破さん推しなんですけども、今回決選投票で僕は石破さんと小泉さんが出てくると思います。それは麻生潰しです。麻生さんは、もしかしたら石破さん大嫌いです。麻生さんはね、麻生派はで、小泉さんの後ろに菅さんがいるので麻生さんは面白くない。ですから小泉さんと石破さん決選投票の時、麻生さんはどうするのか、自由投票にするのか。仮に自由投票にした場合はもう麻生派っていうのは消滅ですよね。つまりずっとこの十数年主流派だったのに、これから非主流派になっていく、そういうキングメーカーとしての権力闘争なんかも水面下であるわけですね。でも僕は今回の本当のキングメーカーというのは岸田さんじゃないかなと思ってたりもするんですけども。で、まあ今回ですね、まあ総裁を決めるってことは、その後首班指名が10月の1日に多分あると思うんですけど、その後もうすぐ解散ですから、我々国民は総裁選だけじゃなくて、総裁がどういう政策を掲げているか、どういう日本なのか、我々の暮らし、国民の暮らしはどうなるか、その辺を注目していかなきゃいけない。だから今回の派閥裏金の問題ですね、この信頼回復をどうやってやるのか、裏金議員に対する対応はどうするのかということですね。一時不再理って言われてて、もう党の党紀委員会が処分したんだから、それを改めて処分するのは一時不再理、一時不ね、不再理の原則に戻るんではないかという、まあ、党内の強い意見もある。いや、だから小泉さんが裏金議員を最初はその公認しないみたいなニュアンスもあったんですが、石破さんもそうだったんですが、いや、それはちょっと考え方を変えて緩やかにして、裏金議員であっても地元にあるいは国民に説明責任をしていれば、そしてまた地元の支持者等々にきちっとした支持があれば、新たな党執行部で新たに議論しますよという、小泉さんはそういうあの論調になってきたんですね。で、今回の裏金の問題、そして物価高に対応する景気経済の問題、そしてまた財政政策、エネルギー政策、年金などの社会保障ですね、あるいは子育て政策、あるいは外交、防衛、安全保障の問題、等々ですね。で、こういうものが議論になるわけですよ。で、今後9人で議論するんですが、9人もいるとディベートになるのかなってね。なんかもう1人の持ち時間が5、6分だとかね、
もうそんなんじゃないかなと思うんですね。それで、同時に立憲民主党もですね、代表選やってますけども、4人の候補ですね、まあ、野田さん、枝野さん、泉さん、吉田さん、なんかね、多分野田さんになるんでしょうけども、まあ、僕は何回も言ってますけども、政権交代を狙うんだったら、僕は1990年代の後半 のイタリアのオリーブの木みたいな、もう大同団結と言われても仕方がないですよ。そういう大きな括りで集団を作らないと、これ政権交代っていうのは本当まず無理ですわ。まあ、政権交代するためのこの、オリーブの木ですねを作りやすいのは、まあ野田さんかなと。でも野田さんは民主党をゲアさせた張本人ですからね。なんか立憲民主党さん の代表選も新味がないな、新しい味です、新味がないなっていう感じはしますね。ですから、まあ今回総裁選っていうのは、解散総選挙の顔を選ぶっていうことが大事だと私は思ってますので、本当はそれじゃいけないんですけども、まあ、自民党さんのやり方っていうのはそういうですね、まあ、ピンチになったら顔を変えて選挙で勝っていくということをずっと繰り返してこられたお家芸ですので、今回選挙の顔になるのは誰なのかなと。で、やっぱ考えたら小泉さんなのかなと。みこしは軽くて、がいいみたいなですね、言葉もありました。放送紙を変えて改革マインド、改革刷新しましたよ、生まれ変わりましたよというのを前面に出して総選挙を戦われるんじゃないかなと。これはですね、でも僕は敵ながら、敵じゃないですけども、自民党さんとしては素晴らしい演出だなっていう感じはします。これおそらく、10月11月の解散総選挙になったら自民党さんが勝つと思いますね。3分の2、自公で3分の2議席確保されるんじゃないかなと思いますね。それプラス、国民民主とか維新の改憲勢力ですね、を固めて、憲法改正に向かっていくんじゃないか。で、来年の参議院選挙まではなんとか、小泉さんでつないで、来年の参議院選挙で、憲法改正というのを前面に出して、信を問うということになっていくんじゃないかなと思ってます。まあ、今日からですね、自民党総裁選、あるいは立憲民主党代表選、皆さんのそれぞれの政策ですね、そういったものを注視しながら、この国の舵取りは誰が適切なのかな、誰がやってくれるのが日本のためになるのかなということを、我々国民も一人一人ですね、もう無関心をもうやめて、関心を持って注目していきたいと思っております。私の方からは以上であります。それでは今日はこの辺で。2ってね。このチャンネルはうなぎの万楽株式会社マルショー建設、ソーシャルビジネスコミュニティワクセル、未来目線暮らし創造株式会社トライスター、Improve Your Mind 株式会社吉川、以上各社の提供でお送りしました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。